台湾戦争が終わった時の、ホテルニューグランドでマッカーサーが宿泊したんですが、そのホテルからお届けします。今年の事業、地球温暖化対策ですが、ビートルズは知ってると思いますが、その元ビートルズのポール・マッカートニーが畜産業と地球温暖化との関係を、うまくついています。どういうことかというと、週に一度、畜産の消費を減らすことが、牧場面積を減らして、また畜産物が出すメタンや、一酸化二窒素の減少につながるということで、彼らが言うところの、ミートフリーマンデー、つまり週に一度肉を食べない、野菜を食べましょうという運動です。このことについて、事業の趣旨から少しコメントをしておきます。そういう運動はいいかと思いますが、畜産動物が出す、温室効果ガスがそのことによってどのように、減少していくかについて、必ずしも定量的に示されていないので、ややこの運動は説得力に欠けて、単なる菜食主義といいますか、精神的な啓蒙啓発に過ぎないのではないかという批判も出てくるかもしれません。ただ、彼らの主張のポイントというのは、牧場のために広大な森林を伐採して、本来森林が持っている二酸化炭素の吸収能力を奪ってしまう、このことが地球の中につながっていくという主張です。ただ、家畜が出している、メタンや一酸化二窒素について、ではどのようにしてこれを減少させていくのかということについては、この運動というのは触れておりません。このポール・マッカートニーの取り組みというのは決して間違っているとは、言えないわけで、事業で言いましたように、一酸化二窒素やメタンを減少させていく運動と、結合させた運動に発展させていくことが大事ではないかと思います。私自身も、そういう具体的な展望を持っているわけではありませんが、今指摘した点については、今後も引き続いて、考えていきたいと思っています。